タジアムは素晴らしいコンディションになりました。今日の舞台はスタジオベニートビジャマリンです。実況は西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしました。目が離せない試合になりそうですね。サッカーファンにはたまらない組み合わせですね。キックオフが待ちきれません。絶妙なロブパスです。抜ければチャンスというシーンですが、オフサイドです。ちょっと走り出すタイミングが早すぎました。狙いはいいので、次は出し手と息を合わせたいですね。クリアして危機を出しました。ブラックキャッツがサイドから攻撃、スペースがあります。豪快なシュートでしたが、ボールはわずかに枠の外側でした。ボールがこぼれた。ブラックキャッツ、敵陣へ攻め込んできました。予感があったようにも思えたんですが、ディフェンスが収め、相手ボールに変わります。これはよく追いつきました。ここからチャンスを伺います。危ない位置でしたが、タックルでチームを救います。ボールは中の選手へ。しかしここはキーパーがしっかりキャッチ。パスを出した先は相手の選手。ピンチを出します。ちょっとコースが甘くなったか、カットされます。行かせません。タックルで止めました。ドリブルでボールを前へ。相手を止められません。クロスで狙える位置です。タックルでボールをダッシュ。ナイスプレーです。そう、これは見事なインターセプト。縦に入れるタイミングを伺っているんでしょうか。鋭いシュートはわずかに枠の外へ逸れていきました。強く打った分だけ精度を欠いていましたね。ただ狙いは良かったと思います。相手陣内でインターセプトです。これはいい位置だ。キーパーが飛びついた。鮮やかなセーブ。今のは入っていてもおかしくないですよね。ナイスセーブです。中に入れた。ディフェンダーがボールをクリアしました。相手に渡したかのようなパス。これはいけません。ディフェンスが冷静に処理します。ロドリゲス、思いっきりのいいタックルですね。ボールをダッシュしました。ブラックキャッツがアタッキングサードに攻め込んでいきます。そう、ロドリゲス、いい位置でカットした。打てるか。ボールを失いました。
前に運んでいます。このパスはわずかにタイミング合わなかったようです。相手ボールのスローインです。このパスは通さない。サイドを切り裂いた。さあ次はどうする。このピンチはクリアでしのぎます。キーパーの正面でしたね。がっちりキャッチしています。スローインでのリスタートとなります。相手ボールになりました。これはいいボールだ。つながればチャンスでしたが、オフサイドフラッグが上がっています。もう少しオフサイドラインを意識すべきでしたね。動き出すのが早すぎました。力強いタックル。ここはキーパーが抑えて難を逃れました。試合を止めていた分、アディショナルタイムが1分追加されます。前半終了で0対0。試合は動かないまま後半戦へと向かいます。福西さん、互角の展開だと思いますが、この先の展開をどう予想されますか？難しいですね。今日の流れからしても少なく後半開始です。通りません。スペースを狙ったロブです。通ればチャンス。至近距離からでしたが、キーパーが落ち着いてセーブしました。絶好の決定機でしたが、コースが甘かったんでしょうか。もったいないですね。両チームともいい形でシュートにまで持ち込めていませんよね。そのせいで全体的に緩慢な展開になっているようです。そろそろ何か手を打ってほしいですね。さあ上げたい。ここでカットしました。中へ切り込む。パスが通った。これは怖いスライディング。さあ自ら持ち込んでいく。可能性もありましたが、攻撃は実を結びません。相手ボールになっています。ロブで裏を狙います。ショートパスをつなぎます。どこから攻めるでしょうか。ここでボールを失いました。で奪った。カウンターアタックです。打った。ナイス。シュートを飛びついて止めた。しばらく押し込まれる時間が続きましたので、サポーターからひときわ大きい声援が上がっています。このヘディングは大きく外れています。ディフェンスにしっかりマークされていました。低いパスはわずかに味方と合いませんでしたね。相手のスローインになります。
ベラ。ここはじっくりとパスを回しています。これは強い、ボールを奪われません。ロドリゲス、素晴らしい足さばきです。ゴール前に入ってきました。そう、いいボールを送りたい。絶妙なパス、これはキーパーがいいセーブを見せました。ボールをダッシュ、寄せが速い、シュートを打った。これはキーパーの正面です。しっかりキャッチしました。タッチを割ってスローイン。これは相手にパスしてしまいました。コーナーキックです。同点ですが、ここはディフェンダーが上がってくるでしょう。決まればリードです。これは入らない。決まると思いましたが、運がなかったですね。危ない場面もクリアで防いでいます。コーナーからエリア内へ、ディフェンダーがクリアしました。このボールは相手にクリアされました。ボールを奪い返しました。キング、チャンスにできるか。タックルでボールを取り返しました。カウンターを狙っても面白そうです。カウンター失敗、相手にボールを奪われます。パスを出した先は相手の選手。時間がない中、これが最後の攻撃になるかもしれません。ゴールを決めれば勝ち越しです。味方がフォローに来ています。惜しいシーンでしたが、ラインを割ってゴールキックになります。時間が少なくなっています。サポーターの声援を背に、ホームチームが勝ち越せるでしょうか。同点では満足できないでしょうね。カウンターを受けないとは限りませんが、最後まで全力で攻めていくと思います。そう、これはパスカット、これが最後のチャンスかもしれません。ゴールに結びつければ1点リードですが、気は抜けない展開です。このパスはカットされました。これでアディショナルタイムに1分が追加されました。裏も見えていたのか。ここはキーパーが積極的に出ました。決着はつきません。延長戦となります。
さあキックオフ、延長戦の前半です。リーセル、伊藤、相手が触ったのでスローインですね。しっかりキープしてボールを守っています。サイドチェンジしました。見事なパスカットです。スローインです。ボールポゼッションを失います。シャルケのサポーターから大きな声援が上がっています。ここまでチームはベストとは言えないパフォーマンスを見せていましたから、最後に勝ち越し点を挙げて期待に応えたいですね。さあカウンターを仕掛けるか。フィニッシュまでは持ち込めず、ボールは相手チームへ渡りました。縦に入れるタイミングを伺っているんでしょうか。キーパーのダイビングセーブ、これはすごい。いやー、ファインプレーですね。コーナーキックが続きます。ボールを入れた。ディフェンダーがボールをクリアしました。ボールがタッチを割ってスローインです。一旦クリアしましたね。中には入りません。クロスをブロック。相手にパスしてしまいました。いい位置です。いい攻めを見せていましたが、ここで断ち切られました。負傷者対応に要した1分がアディショナルタイムに加算されました。視線が中にいった。さあ出すか。ディフェンダーに当たる。延長戦の前半終了です。未だ均衡は破れていません。延長戦後半のキックオフ、試合も残すは15分です。これはいいボールだ。これは見事なセーブです。キーパーがよく見ていました。ここで相手ボール。シャルケサポーターのこの反応は喜びと安堵が入り混じっているようです。あんなチャンスを与えてしまってもまだ同点なのはついているとしか言いようがないですね。プレッシャーにも負けずボールを守っています。ボールを取り返します。裏を狙ったパス、通ればチャンスだ。通ればチャンスでしたがオフサイドです。ちょっとタイミングが合いませんでしたね。もう少し待ってから走り出すべきでした。この攻撃をゴールに結びつけられれば勝ち越しです。試合終盤ですから大事にいきたいですね。ここはタックルでうまく対処しました。スローインです。キーパーがリードを許しません。これを止めたのは大きいですよ。
コーナーキックです。リードを奪えるでしょう。最後危ない場面でした。はい、今のは危険でしたね。ゴールライン際でクリアしました。これはディフェンスがよく反応しましたね。いいボールを送りたい。レフェリーはアドバンテージを取っています。見事なパスカットです。またボールを弾き出しました。しっかりと役目を果たしています。このパスは通しません。このクロスボールは結局相手の選手が抑えました。ここはサイドのスペースを攻め上がります。試合を止めていた分アディショナルタイムが1分追加されます。止めました。流す様子を見せましたがレフリーが試合を止めました。もうあまり時間がありません。勝ち越すためにもこの攻撃をうまく生かしたいでしょうね。試合は PK 戦での決着となりました。集中した面持ちで1人目の選手が PK を行います。落ち着いて決めました。ボールをペナルティースポットにセットします。しっかりと決めてきました。ゴールが決まりました。まさかのループで入れてきました。さすがにこの PK は外しません。はい、冷静に決めました。冷静に決めました。ボールをセットしています。入りました。プレッシャーにも動じません。さすがに外しませんね。ボールを置きつつどこへ蹴るのか考えているんでしょうか。キーパーがセーブ。素晴らしいプレーです。大事な PK です。入ればその時点で勝ちが決まります。チップキック、これは入らない。キーパーの読み勝ちですね。プレッシャーがかかる PK になりました。外した瞬間にチームの敗戦が決まります。PK は失敗です。相手が外したことでチームの次のラウンド進出が確定しました。これが PK 戦の怖いところですね。しかしどんな形でも勝ちは勝ちですから、胸を張って次のラウンドに臨んでください。PK は失敗です。相手が外した